谷口ツのザメはカラスザメ科に属するサメの一種、奇種、主に日本近海から得られており、日中は水深300メートルの深海に潜み、夜間には表層に浮上する。最大で54センチメートル。体は円筒型で細く、三角形の大きな顎と針状の葉を持つ。2基の背びれには1本ずつ棘があり、覆面を中心に、 無数の発酵器を持つ。餌は主に甲骨魚で特殊化した大きな顎を突出させて捉える。無体盤性の体制である。IUCN は保全状況について情報不足としている。1986年、蒲郡市の片野原漁港に所属する深海底引き網魚船、清涼丸により最初の個体が捕獲された。これは、 潮の三崎沖の水深330メートルから得られた22センチメートルの未成熟油でタイプ標本として指定されている。第2の個体は徳島県日和佐町沖の水深360メートルより採集された37センチメートルの個体で、これも未成熟油であった。1990年の魚類学雑誌において東京大学の持月賢治と 大江文雄により親族親種として記載された。俗名、トリグナナサズはギリシャ語のトリガナンナタスに、種商名かベアイは、清涼丸の船長の名に由来する。記載当時は、現在のツノザメメとキクザメメの全種がスカリデイに含まれており、本種もツノザメ科とされていた。1992年の白井シュゲルと岡村治による形態学的研究によって、 本種はティマテリニーに含められた。カラスザメ科はカラスザメ属を含むクレードとカスミザメ属を含むクレードの二つに分けることができる。本種の系統的位置は不確定ではあるが、形態、各 DNA やマトドナを用いた系統解析によって、これらのクレードの規定的な位置にあると推定されている。分子時計からはワニグチツのザメ属は死神予中期に カラスザメ類の大規模な進化的放散の中で出現したと推定されている。本属には化石種のトリグナナサズバージニーが含まれ、この葉化石はフランスランド県のルテシアンの地層から発見されている。原生のワニグチツノザメとほぼ同一の葉化石はベネズエラ北部中心予行期から先進予前期のクバグア層から得られている。細いアゴと針のような歯が特徴である。 体型は細い円筒型。頭部はある程度平たく、糞は非常に短く丸い。目は大きく楕円型で、その後方には細い楕円形の噴水孔がある。尾孔はほぼ垂直なスリットである。顎は長く、幅の狭い三角形で、つ作りザメのように頭部から突出させることができる。葉は針状で広く、間隔をあけて並び、最前方の歯には縦の溝がある。 片側の死列は、上あごで六十、下あごで七十。両角の中心には融合した、小中歯が一列ある。小中歯が最大で、広角に向かうほど歯は小さくなる。口を閉じたとき、小中歯は重なるが、他の歯は上下が交互に噛み合う。エラ列は五体で、第五エラ列は他より長い。角ひれは小さく非常に薄い。胸ひれは丸く養生。 背びれは2基で、第1背びれは胸びれと腹びれの中間付近に位置する。各背びれにはわずかな溝のある棘があり、第2の棘は第1より長い。尻びれはない。小柄には隆器や硬貨はない。おひれ常用は下場より大きく、公園には血国がある。川場は体表を密に不規則な並びで覆っているが、重なり合うことはない。 各皮場は膨らんだひし形で、幹部には1四40の切面がある。体色は茶色から、暗化色で、覆面には3箇所の明瞭な黒い模様がある。これらの模様は微小な発光器を高密度に含んでいる。体の他の部分にも発光器が素に散らばる。上まぶたには皮場のない半透明の箇所がある。ヒレは半透明で、おヒレ状用の先端は黒くなる。最大で、 オスは4 7トル0 4 3 k g メスは5 4トル0 7 6 k g になる。ほとんどの個体は北西太平洋、紀伊半島周辺の比較的狭い海域から得られている。小笠原諸島周辺では肉食魚のいない大物ものから多数の個体が発見されている。ハーエ北部、クレカンシーの北西3 0 0トルにあるハンコック。 ヤ山からも一個体が採集されている。日中は大陸斜面上部やヤ山の低層、震度270から360メートルで、夜間は水深1500メートルを超える海域の氷層、震度0から150メートルから捕獲される。これは本種が餌を追って、日中は深海に、夜間は氷層に移動する、日周延直移動を行うことを示唆している。本種は メバチの餌となる。餌は主に甲骨魚で、特に底肌家族や肌かいわ種族の肌かいわ種類が多い。甲殻類も捕食する。通常の角ザメ類は、肉の切断に向いた短い顎と、ノコギリ状の下顎歯を持つが、本種は対照的に長い顎と細い歯を持ち、これは獲物の切断よりも捕食に適応している。捕食時には、 顎を高速で伸長させて捕獲した後、丸飲みする。全長の40%の大きさの餌を飲み込むことができる。本種は他の角ザメ類が顎の突出に用いる眼科科の筋肉を描いており、代わりに頭蓋と関節した舌顎骨を下方に大きく溶動させて顎を突出させる。これにより顎の突出距離が伸び、水平、垂直方向により大きく、 顎を開くことができる。このような捕食方法は、ツノザメ類よりも、カスザメ目やラブカで見られるものに近い。本種の捕食者として、メバチとヒレジロマンザイオが知られている。他のカラスザメ類のように耐性で、肺は卵黄によって成長する。メスは機能する卵巣子宮を1体ずつ持つ。捕獲された2個体のメスを調査した結果、 それぞれ25個と26個の成熟卵を持っていた。禁煙種のセントロシリアムファブリッキーでは、成熟卵数は産子数よりわずかに多いことが知られており、ここから推測すると、本種の産子数も26以下であると考えられる。オスは43センチメートル、メスは52センチメートルで、生成熟する。ありがとうございます。